俺 S なんじゃない？名前関だし。おい俺は何使わない。あららら。あ、これダメなの？おお、食ったねー。これいいね。あ、ナイスショー。偉そうな仕方ですね。素晴らしい。偉そうじゃないよ。偉そうじゃないよ。偉そうな。クリちゃんね、打ち終わった後ね、はい、こうやって打つじゃない？打ち終わった後に、こうじゃん。あれがちょっと。こうしてこうして、これで打ち終わった後になんかこう。こう。うん。課長ロールが始まるの。これ課長ロールが。そう、なんか、マジ？それがちょっとなんかね、偉そうなの。え、じゃあどうしてればいいんですか？え？静止？静止。静止する？ああ打った後にそのリアクションする。ああでもナイスキックだ。ああ練習したんだけどな。まあ偉そうじゃないでしょ。ただの偉そうなショット。結局偉そうなんかい。課長ロール。課長ロール。課長ロール。めっちゃうまいよ。だよ。ナイス。素晴らしい。ありがとうございます。ちょっとキック流れちゃった。おお、やった。やったぜ。うん。いやー。ちょっと強かったか。素晴らしい。おお、ナイスパー。入り方が怪しい。おかしい。いや難しいよそこのライン。ナイスでーす。すごい強い。うまい。ナイスパー。ナイスパー。うまい。うまい。いつもうまい。うまい時もある。偉そうですね。偉そうだったよね。そうだそうそう。偉そうだった。レッツゴーキューピーをご覧の皆さん、こんにちは。キューピーこと関正です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、元気です。緊張してます。はい、こんなお二方にね、囲まれているとね、レッツゴーキューピーも大きくなりましたね。よかったですよ。はい、ということで増田裕二さんです。よろしくお願いします。はい、課長です。はい、もうね、紹介すらしない。はい、今回はこれですか？はい、それです。何でしょう？まあ、クリブさんが普段使っている M425 の、うん、はいはいはい、マスダゴルフさんのウェッジになりますけど、はい、今回、ストレートネックと、うんうん、まあ、もう一つは通常っていうのが変ですけど、まあ、もう一機種のこの2つの違い、うんうんうん、あるのかどうかっていうのを、ね、まあ、M425 と M425S って言われてますけどね、このモデルの差を見たいと、はい、ダース最高。あ、そうですか。俺ちょっと S 興味あったの。でも使ってますよね。S はね、がっちりは使ってない。あ、そうなの。 M425 ずっと。ただユージさんが M425 のちょっと、まあ、とある特殊なウェッジがあったんだけど、それをね、削ってもらった時に重量がちょっと重いから、うん、ソールちょっと大きく削ったんだって言って、ちょっと試してみてって言われたのがこの S のソールだったんです、うん、に近いやつ。はいはい、S に近いですよ。それでやったら、それが良くて、あれ？俺 S なんじゃない？名前関だし。みたいな。ね、M425S でしょ。まさし425関です。おー、ね、おー、そこもうみんな疲れてるの。何？そんなまさしは関まさしのまさしではなくて、ええ、尾崎まさしのまさしですか。
それが分かんなかったらなんか回、ね、返事しづらい。あ、そうか、そうですね、大変失礼いたしました。いやいやいや同じ正しでは正しなんですけどね、はい、そうですね、はい、まあ、ということで、少し試したかった企画なんで、はい、シャフトは、モーダスウェッジの115、こちらの方に試させてもらうということですね。分かりました、はい、では早速検証の方に向かってレッツゴー。それよかったらキウさんお買い上げで。え？いいよ、いいけど全然いいよ、好きなものは買うよ。まあ普通だからこんなの寄るもの俺だって普通に。はいはい、ほい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 ね、簡単。それどっち？これ425です、普通の425です。うん、おい、おれはね、お使い慣れてますね。これがあれば大丈夫です。これがあれば安心にゴルフができる。さあ、このね、M425S、これね、僕の教え子の岩橋理恵はこっち使ってるんですよ。え、師匠は使ってないんですか？はい。S ってものすごいストレートじゃないですよね。そうです。ね、出っ歯も、はいはい、少しあります。こんな手がね。はいはいはい。いやこれはね、上げるのにいいのよ、ヒット。絶対。ほら俺、やっぱいいと思うんだよなこれ。あ、分かった、今シュッてやったの。ここの後ろのここのバウンスこうやって当てるの。うん、で425だとヒールバウンスが大きいからちょっとインから来るとトトンってなるんだけど、これスルッと抜けるわけ。イン目からこうやってこうやってちょっとこうやって上げたい人、こういうふうに打つ人はヒールバウンスない方がうまく打てるんですね。へえ、打ちたい。うん、打ちたい。ちょっとね、クリスやってみましょうか。上級者代表、アマチュアゴルファー代表で、クレスさん使ってんすか M425。 425の方使わせてもらってます。ノーメッキのやつだけど。あ、じゃあ S 気に入ったらお買い上げで。うん、あのまたマスターゴルフ行って良さそうなのを盗んでくる。盗んでくる。今だってノーメッキのこれ良さそうっすねちょっとつって黙って持ってきたこれね、見た目でもなんだろうな、子供の頃始めた時にこういうウェッジだったからやっぱ見慣れてる、安心感があるんでね。いや、いいね。いいね。アマチュアの僕でも簡単に寄ります。いいね。こう、この枯れ芝のね、薄いところでね。ね、はい、いいっすね、OK、OK、もう大丈夫。安心感がありますね。はい、いいな、S ってください。はい。ほら、おお、はっ、お、はい、あら、これ購入？はっ、はっ、あ、わかった。この当たり方が和らぎますね。ちょっとここはない分。あ、うん、さあ今ですね、はい、2人で試打させてもらったんですけど、はいはいはい、ソールが、うん、まあもちろんネックの形状が違うんだけど、うん、はいはいはい、ソール形状も違うじゃないですか、はい、これ差は何ですか？差はこれね、でも両方大事ですよ、うんうん、これね、バンスって構えた時見えないじゃないですか、はいはい、だからバンスがあるなしで構えてるわけじゃないです、うんうん、ね、だから形状でストレートのものでもう見てると、うん、もうストレートものを構えた時にもうすでに自分でバウンスを作りに行ってやっぱりこう拾おうとしてるアドレスになってますよね、うん、打ち方も全て、うんうんうん、さっき言ったその左に向いて少しインサイドからなんていうのはそういうことですか、ね、うん、そう思います、はいはいはい、もうキューピちゃんなんかもうまさにこれ持ってる時はやっぱり425の時よりは少しもう、ね、開きたいみたいな感じのアドレスにもなってる、うんうんうん、その時にバウンスが邪魔しない、うん、結局バウンスは同じように作ってるんですね、うん、だからそもそもこれにありすぎちゃうと、それをやっちゃうと今度バウンスが当たりすぎちゃう、だから抜けがいいとか言ってるけど結局同じようなことやってます、うんうんうん、これってまあ今ね、はい、大手、はい、まあ、ボーケーさん、ボーケーウェッジとか、はいはいはい、あとまあキャロウェイさんの、はい、ジョーズウェッジとかね、はいはい、ああいうのも必ずソールぐらいのが違うのが出てるじゃないですか、はい、そうですね、まあ、これもそうです、はいはい、まあ、用途ってことですよね。そうです、そうです、そうです、そういうところで見て作ると、はいはい、そうですね、最近ね、うん、ツアープロで、まあ、アメリカのプロが多いんですけど、うん、
もうボール真ん中ないし右側に置くっていうのが、うん、まあ、うん、アプローチのセオリーみたいなのがありましたけど、はい、さっき左に置くんですってね、うんうん、でそういう人がなんかストレートネック使う、はい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 、でそうなるとボール当然最下点通ってからちょっと上がり際で打つような形になるから、ね、はいはいはい、バランスが必要はあんまなくなってきてるって、はいはい、って時にはこういう、はいはい、ね、まあ、ストレートネックだし、そうですね、はい、で使えると、はいはい、なるほど、今のトレンドもちゃんと抑えられてるんですね。そうですね、もう何でしょう、もう左に置いて上からカットで打つってあんまできないでしょ。そうですね、だからもう、うん、ずっとこう来て、左に引っ張らずに乗っけていって、うん、捕まえて球上げていくみたいなね、うんうん、だからもうその抜いてどこに落ちるか分かんないじゃなくて、うん、もう全部こうコントロールされた、うんうん、もう誘導ミサイルのような、うん、そういう仕方、ね、そういうことですか。それにやっぱりくっつかないとね。そうですか、うん、ちょっとこうこれからの、ね、時期ね、芝が薄いところ で、ね、はい、打たなくちゃいけない、はいはい、ざっくりしたくないですね。そうですね、そういう時、はい、そういう人ほど、はい、まあ、バウンスが少ないから難しいとか、はい、優しい、あの多いから優しいとかじゃなくて、はい、ちゃんと自分なりの打ち方をちゃんと合わせて走塁するということですか。そういうことです。はい、はいはい、特に刺さりたくない人はモダスウェッジ、はい、シャフトいいですね。そうですね、ちょっとこれ拾ってくれますから、ね、うん、そう拾ってくれるから、はい、うん、合わせ技一本で皆さん、はい、そうですね、作られてみてはいかがでしょうか。はい、はい。